ライザップが運営するあのチョコザップなんですけども会員さんからひどいやる気搾取やりがい搾取をしているということで大炎上したというそういう話題をねお届けしたいと思いますはいこのチョコザップ今ね8区の勢いで店舗拡大していますけども j キャストニュースからこれ取り上げましょう お手伝いっていうレベルじゃないチョコザップが物議、電気工事などギフト券で募集、運営謝罪、誤解生じる表現あったということですけども、これね、一部会員、これ会員制引いています、ギフト券を謝礼に店舗内装工事のお手伝いを募集したと X で話題になっていると、つまりこれから新規開店するお店なんですけども、会員さんに手伝ってくれと、で、そのお礼なんですけども、7000円とかね、そういう金額でギフト券を配りますよとやったわけなんですよね。はい、じゃあなんでこんなに炎上したか、内容見て 行きましょうはいこちらになります一番上のねこれ表題なんですけども朝から夕までめいっぱい働いて電気工事券をギフト券で募るとはい下に読みましょう10の選択肢が設けられポップ貼り付けや棚の組み立ての手伝いといった内容からここからですよ。 給排水の設備工事を行っていただきますとの項目のほか、防災工事、外壁の塗装作業、墨出し作業、大工作業などとこんなものはプロの仕事でしょうそれに対して1万円以下のこれ金券ということですよギフト券で手伝ってちょうだいというねまあむちゃくちゃな話でございますねさあそしてここなんですけども誤解が生じるような表現があったという訂正メールまあ今回問題になってからなんですがそもそも同制度は少しでも気持ちよく店舗を利用したいという いうような、有志の願いと謝礼で、ウィンウィンになるような形で行っておりました。要望が多い背景もあり、ニーズを探ってると。まるでね、店舗運営をお客さんと我々で、和気あいあいと作っていこうじゃないかということをね、これ、歌ってるわけなんですけども。で、誤解が生じるって言ってますけど、こんなもの誤解なんてありえませんよ。誤解って言うと、これ思い出しますよね。川勝知事、御殿場の腰ひっかりしかない発言、誤解なので、そんな意図全くありませんと。 もう嘘800そしてこの人もですねその点については多くの誤解を与えたとフランス観光旅行で言っておりますけどもこれも誤解なんかじゃありませんこれとんでもない大嘘です先ほどのここなんですけどもこれね嘘だっていうのは、ね、それはもうね普通だったらわかりますよなぜかというと後でちらっとねご紹介したいんですけどもこの大工工事を中心にいわゆる職人がいるような仕事を募集しているんですが 今ね、職人さん、猛烈に不足しております。そして、いわゆる日東も猛烈に爆上がりしている状態なんですよ。ですから、これは、手のいいね、低賃金で専門職をね、探してると同じことになっちゃうんですよね。さあ、これはね、また後で触れましょう。次なんですけども、これもね、私はね、にわかに信じられないんですが、作業中の事故は弊社が基本的に全て対応すると。はい、した。 万が一事故が起こった場合は作業中の事故に関しては弊社が基本的に保証対応いたしますと。そりゃそうですよね。ちょっとしたお手伝いじゃないわけですから事故とか労災というのは起こる可能性があります。その辺のところどういうふうにやってるんだと。だって雇用契約をするわけじゃないでしょ。それでお客さんに 全員で手伝ってくれってことに近いんですよ。となると、これ、労災適用、普通されませんよね。だって雇用契約ないんですもん。となると、その辺は我々、ライザップの誠意に任せてくれと、そういうことになっていますよね。でもね、皆さん思い出してください。ライザップって言いますと、あの、インパクトのある音楽とともにね、えー、太った人がこう30日でこんなにせましたって、あのニュースで一斉風靡しましたがあれね、大問題になったでしょう。 つまり我々はコミットしますとか言いながら最初30万円でしたっけそういう高額で要はお客さんに対してあの送信のアドバイスをしていたとところがですねやっぱり強引に集めたもんですから30万円を返金しろあるいは痩せなかったじゃないかというそういう苦情が多発しましたで一見しますと痩せなかった場合には返金しますよ というふうに誤解されるような文言を使っていたんですが、現実にはなんだかんだ難癖をつけて返金しなかったんですよ。それが大問題になりましたよね。となると今回みたいに何か事故が起こった場合には、弊社がね、ちゃんと対応しますから安全ですよなんて言っても信じられるわけないでしょそんなことをやってた企業がね、それはもうね、どの口が言うんだったらまさにこのことだと私は思います。 皆さんもどう思いますこういう背景がありながら万が一事故が起こった場合にはね弊社側が基本的にはですよ基本的には保証対応とはこんなものを信じられるわけないですよねしかも一番下にありますようにまだまだ制度設計自体はできていないとなんとなく集めてみようかなって始まった場合ですこんなことで事故が起こって、ね、保証なんかされると私はね到底信じられませんねさあ で話また次に、ね、行きましょう。実はこれがですね、実際に募集されたその項目、そのスクショらしいんですけども、それを見てみました。で、これを見て驚愕しましたね、私もね。見てください。A から J までいろんなね、お手伝いの内容が書いてあるんですが、A、A はいいですよ。ポップを貼ったり、電球を取り付けたり、棚を組み立てたり、うん、これは確かにお手伝いかもしれませんが、問題はそれ以下。この赤枠なんですけども、 こんなもの、お手伝いのレベルじゃありません。ランの配線、エアコン取り付け、こんなもプロの仕事でしょエアコン取り付けなんていうのは、大概1回やりますと1万5000円ぐらいかかりますよね。で壁のクロス張り、給排水の設備工事ですよ、防災工事、外壁の塗装作業、墨出し作業、大工作業で、ちょっと待ってよと。完全なプロの仕事です。でさっきちらっと言いましたけども、今ですね、この大工さんとか職人さんは、あっと 統合的に不足しております。しかもです大阪万博の絡みがあるもんですからあそこは国策でしょ強引にすごいニットを出して全国の職人さんをあそこに引き寄せるはずなんですますます人手が足りなくなりますので例えばね住宅会社なんかそうなんですけども契約をしても着工できない工事が進まない問題というのを今真剣に対応策を 取っているんですこれが住宅業界の現実なんですよその時にライザップ見てくださいこんな専門職の人たちを1日7000ぐらいの チケットですよ、朝から晩まで張り付いて搾取しようっていうんですか、これはね、おかしいでしょう。なんかさっき誤解でしたって言いますけど、誤解のわけありません。こうやってやって、もしね、人が集まったらラッキーだなということで仕掛けてるわけじゃないですか。何が誤解だって言いたいですよね。でね、日当の件なんですけどもお、まあ私はたまたま詳しいからよく知ってるんですが、まあ例えばね、職人さんなんかでも、まあ、3万、4万、このぐらいはザラです。 ニットですよここに書いてあるようなあこれ特殊なあの仕事になりますのでそういう日当ざらになりますとなると誰が一日7000円でこんなの手伝います例えばね4万円に対して3万円出しますよと。 通常よりちょっと安いんですけども、ここは皆さんね、一緒に店舗を作っていきたいんで目つむってくださいよ、ならわかります。だったらね、私であってもちょっと手を挙げてね、一緒に店舗を作ろうかっていう気にもなるんですけども、この金額は明らかにおかしいと言っていいでしょう。そして、下から3行目、これ皆さんおそらくね、えー、全く知らない言葉だと,思うだと思うんですけども、墨出し作業って書いてあるんです。墨ですよね。 はいあの墨汁、あの墨です。墨出し作業という、これは建築の特殊な用語なんですけども、何かと言いますと、この写真、イメージ分かりますかね、よく工事現場なんかで見ますと、なんかほら、定規で線を引いたような、マジックかなんかでね、ずっと黒い線で縦横にこう書いた線、見たことありませんかこれ、墨出しっていうんですよ。 ああのまあ、ですから、墨と言いますのでこれ、その昔江戸時代なんていうのは本当に墨汁をすったあのスズリですねあのスズリのような機械がありましてでそこにね、たこ糸、まあ糸ですよ。 それをねずっとその墨汁の中に通すんです。すると墨汁が糸に染みるでしょ。それを両端、じゃあこうしましょうか。えー、3メートル離れたところで2人で例えばこれを持ちます。で、上からずっとつまんでぴょんと離しますと、下にこう弓が、あこのタコ糸がですね、えー、こうしなって下にこう弾くわけ、弾かれるわけです。すると、その糸がパチンと木材などに当たって、線を引いたようになるんですね。これ、墨出し作業っていうんです。 あの例えばね、えー、木の中心線を取ったりとかこういう形でここの場所に、えー、この交点に、えー、ここをなんか打とうとかねそういうね目印をつける作業なんですよでところがもう5年も前になりますけども知り合いのねある大学に聞いたんですそしたらねこの前現場に行ったんだけども若いお兄ちゃんたちがいたから「墨出し作業誰がやるのどうなってんの?」って聞いたら「僕たちは墨出しはできません」って言うから驚いたって言うんです。 これ何かというと、墨み出し作業というのはもはやです、ね、若い職人とかができない。 やらなないい作業になっているんですだからなかなかできないんですよこの墨出し作業というのがねそれが現実なんですよとなるとますますさっきのあんなお金でね安いお金でこんな特殊な仕事をできる職人を使おうなんていうのは論外ってことになってきますよね今この写真でも左の職人さんが左手になんかね歯車のついたようなものを持ってますよね実はこれがねこの墨出しに使う特殊な機械でして、えーまあ、私 じゃあこれ使い方全部わかるんですけどもこういうことになっているんですよ。さあそして次これ見てみましょう。おすすめの方とどんな方が今回のお手伝いする方に向いているかと。A1 組み立てや取り付き作業がお好きな方、まあ、これはいいでしょう。重いものを持ち上げるのが得意な方、何ですか、これ一体。重いものを持ち上げるのが得意な方ってどこにそんな人がいるんですかね。とにかく力作業があるからね、汗水垂らしてやってくれる人、頼むということでしょうん。本当なんかめちゃくちゃですよ。さあ、そしてこれは活動のモデルケースなんですけども、9時にしっかり集まってもらって、要は夕方ですよ。フルでね、こういう能力のある人、あるいは資格を持っても 持っているの人、そういう人に集まってもらって7000円で働いてくれとふざけて話したとしかね、もう言いようがありません。そんなチョコザップがね、炎上してまして、まあ、これ、本部が誤ったって形になるんですけども、このね、まあ、チョコザップ、まあ、いわゆるライズアップなんですけども、こちらの社長がね、こう創業してで、一時、もう何年前でしたっけ、ちょっとこれ、経営が危ないってことあったでしょ理由は 高くかやりすぎたんですこの瀬戸社長が何も考えずにとにかく買収を重ねてほらこれも買ったれあれも買ったれということで手を広げすぎちゃったとで大問題になって外からアドバイザーといいますかこういうね立て直しのプロなんかを呼んでやりましたけどその人もすぐ辞めちゃったりとかまあいろいろ大変だったようなんですけども実はねこの時に さっき住宅の話も出ましたが、住宅会社も買収してるんです。これ皆さん、おそらくね、知ってる方ほぼいないと思うんですけども、ライザップ住宅メーカーを実は買収していたんですよ。もう今、離れちゃってますよ。これ場所は横浜にあったんですけども、私、ある事情がありまして、ライザップが買収した後に、この住宅会社の展示場に顔を出したことがあるんです。顔を出したというのは、まあ仕事なんですけども、まあお客さんというね、えー、ことで言って、 ある女性の接客を受けましたひどかったですね。まずね、聞いたんですよ。そういえば、ライザップさんのグループ会社になったみたいですねって聞いたら、その女性営業なんて言ったと思いますそうらしいですね。私、よくわかりませんがと言うんです。ひどいもんでしょう。こんな知ってないなんて論外でしょう。その会社の社員でねしかもね。 これもね非常に私ね不快だったと言いますかもう嫌な思いしたんですけども会った瞬間に契約をすでに強引に迫ってくるんですよ会って10分ですよ住宅ですよ5000万6000万するものをいやもううちに決めてくださいとこれねビッ びっくりしましたね。さすがにこんなことやってくるね、住宅会社の営業はほぼいません。いや、オープンハウスはやるかな。はい。そういう形なんですけども、びっくりしたんです。で、これはね、えその以前の形態は知りませんけども、ライザップが親企業ってことを考えると、とにかくあったらクロージングをして契約を取るっていう指示が出てるのかなと、その当時は思いました。まあ、これは私の推測になりますけどもね。さあ、いかがでしょうかね。ライザップのちょっとした問題なんですけども、これはね、企業体質がね、私は 現れていると思います